え、何ゾーンディフェンスやってんの？アメリカは。だから今、超ドフリーにしてたけど。ああ、ブランソンとジョシュ・ハートめちゃくちゃ仲いいはずなのに、全然息が合ってなかった。さあ、タイスがポストプレーでミケルを狙って、キックアウト。ワグナーのスリー。いやー、タイス体張ってるな。あんだけ体ゴール下で張られると、ヘルプしたくてもミケル絶対出れないから。だから無理やりフランツ・ワグナーのディフェンスがヘルプ出て、ワグナーがフリーになるっていう。タイスが体張ってるおかげですね。あー、これスイッチやめたか。これワンチャンスイッチやめてハードヘッジにしてるな。やっぱあの強度のスイッチはうまくいかないっていう風にドイツのヘッドコーチは感じてたのかな。お、ゴーストスクリーン。これは完璧に相手を惑わせてたが、あーと、このツインタワーが効いてる。リバウンド杖、リバウンド杖。ダニエル・タイスのス、ダニエル・タイスがトレイ・ヤング になってる。スポットアップからポンプフェイクで相手を飛ばして、左手のドライブでフローター。ちょっと待って、今のは真偽やな。嘘だよ。そんなバカな。いつからダニエル大佐はこんなことができるようになった。まず大佐がポンプフェイクしてる時点でもうちょっと笑っちゃうもん。しかもこれわかる、このトリガーステップがさ、前に解説したさ、トレイヤング張りにしっかりしてるんだよな。うわー、綺麗だね。この ババ雄大っぽくない？ちょっと。で、ドライブして、あ、JJJ がいる。じゃあこれはフローターにしようっつって。ここだけ見たら完全にトレイヤングだし、リアルに馬場雄大よりうまかったぞ。普通に リアルに馬場雄大よりうまいやろ、これは。あのトリガーステップ、あのポンプフェイクからの左ドライブまでは馬場雄大だけど、最後しっかりフローター決めるっていうとこまでセットでいくと馬場雄大よりうまいぞ。馬場雄大あれ突っ込んで多分ユーロステップしてる。さあ、ピックで、みんなあのシュルーダーの必殺技はすっげえ警戒してるな。攻めないと見せかけてプッシュクロスで、もう一回アタックしていくやつ。シュルーダーめっちゃやるけど、あれやりすぎてもう警戒されまくって思うな。バンケロみたいにめっちゃポテンシャルある選手でも、役割ガラッと変わるだけで、あんなになんかしょうもなさそうに見えちゃうよな。バンケロが多分一番ストレス感じてるんだろうな。まあ、もちろんチームのためだから文句とかは一切言わないだろうけど、ただやったことないようなことをしなくちゃいけないっていうので、自分の本領を発揮するみたいなステージにはいけなさそうやな、この試合。この試合っていうか、もうこの大会ずっとバンケロがゾーンに入るみたいなもんなさそうやな。アメリカ代表のメンツを聞いた時のハレさんが、バンケロ全く攻めれないだろうって言ってたのを思い出した。まさかこんな器用貧乏みたいな使われ方されるとは思わなかったけど、まあ、なかなかにちょっとバンケローは難しい立場になってますね。あー、危な。ハリバートン、今リバウンドのボックスアウト全くしなかったけど大丈夫？スティーブ・カーがスポルストラに怒られない今。ああいうのが多分スタメンで使いづらい部分なんじゃない？ハリバートン。さあ、ハードスイッチ。あー、ファールなんだ。いや、でもやっぱ完全にスイッチやめてますね。で、エドワーズが攻めれなくなってる、ハードヘッジに対して。で、今のもファウルなったけど、これもまあ、そんな気になんないだろう。今のファウルになっちゃったから、やっぱスイッチに戻そうね、みたいなことはしないはず。むしろエドワーズからボールを手放させたことをプラスに捉えてるような気がしますね。3クォーターはドイツの作戦勝ち？そうやね。まあ、あとはちょっと JJJ を長く使えなかったっていうハプニングもあったんじゃない？ JJJ って多分ファウルトラブルだよね。違うんかな。さあ、3ピリも残り20秒。さあ、オブストに打たれないように。ただ、オブストにああやってフェイスガードでプレッシャーかけ続けてしまうと、シュルーダーのドライブに対してのヘルプの枚数が1枚足りなくなるってことだから、シュルーダーもそれが分かってますね。オブストで3を打たせようとするけど、それが無理だったら自分の1対1。さあ、ということで、ドイツが3ピリで10点のリードを、つけましたが、まあ、大体なんか話してた流れの通りに試合は進んでるかなっていう感じはしますね。前半は、お互い持ってる力を出して、3点差以内で、実際に60対59の1点差でのほぼ接戦の戦いになって、ただ接戦は接戦だけど、ちょっとドイツの方が個人的に消極的なスイッチディフェンスが気になってたから、そこを
まあ、お互いうまくいってたけど、もし変えるとしたらドイツの方が先に変えた方がいいんじゃないかなっていうところから、まあ、ドイツがやったのが、スイッチをやめてハードヘッジで、アグレッシブなディフェンスに切り替える。でそこからちょっとリズムが変わって、なんやかんやで10点差ドイツがつけたということで、まあ、4ピリは、アメリカの番ですね。何かを変えないとこのままずるずるいきそうやけど、ちょっとこのオブストさんが強すぎる問題、まあ、JJJ ファールゼロなんだってことは怪我したのか、それとももうスモールボールが最善手だと思ったのか、どうなん、ちょっとよくわかんないけど、なんでハリバートンがオブストについてるんだろう。ハリバートンってそんなチェイサーディフェンダーだったっけ。俺そんなイメージあんまないんだけどな。だしこれもさ、なんでホーンズセットって基本的にっていうか、まあ、よくさこのコーナーの選手が使われること多いんだよね。フレックスオフェンスとかもそうだけど、ホーンズの時というかエルボーに選手がいる時ってこのコーナーに対して何かアクションを起こすこと結構多いんだけど、なんでハリバートンこれスペースを空けてんだろうね。これだってウォリアーズで言ったらクレイ・トンプソンでしょ、キングスで言ったらケビン・ハーターでしょ。これもっと俺だったらがっつくけどな。でこれで引っかかって引っかかってで遅れてシュート決められてたもんな。メンバーミスってるのか、ハリバートンがシンプルに強度高められてないのか。あ、JJJ 出てきた。じゃあ怪我じゃないんだ。ってことはもう戦略的だったんやね。バンケロを5番起用する時間を増やすっていうのは戦略だったんだ。じゃあうまくいかなかったってことだよね、その戦略が。あー、JJJ ファウルなんか今の。いやでも効いてるけどね、JJJ のディフェンス。ってことはやっぱオフェンスで JJJ よりもバンケロの方がいいっていう判断をしたってこと？いいとこなんもなかった気するけどな。さあダブルパンチでカッティングとポップアウト2つ起こすが、エドワーズがしっかり詰めていてタフショットにさせて、いやこれまだあるね。全然やっぱ JJJ 入ってからちょっと流れが変わった気がするから。いやーでもタイスもいいチェックしてるな。いやでもさっきと同じタイミングでエドワーズ3打ってるんだけどね、やっぱタイスも前半と違ってチェックする位置高くなってるから、ちょっとプルアップ3もコンテストショットになっちゃいそうだね。あーうまっ、この32番、やばあと5分ぞ。大丈夫アメリカ。もう一回10点差に戻すが点差が縮まらない。5分経って1点も縮まってない。オブストのレイアップ外れてエドワーズがピック、ハードヘッジ、プルアップ3。わー、ほんまでっか TV ですか、それ決めるか。ウルブズでもよく見るシーンだけどね、ゴベアがスクリーンしてゴベアがダイブしてフリーになるんだけど、ゴベアにパスしてもそっからなんかねプレッシャーかけられて変なシュート打たれて終わるみたいなね、エドワーズは経験してますから。 JJJ に今パス出せそうな気もするんだけどね。フリーの JJJ にパス出すよりもタフショットのシュートを自分で打った方がいいっていう判断。いやアメリカ代表を率いて本当にこのクラッチタイムで、ね、この試合だけじゃなくてずっとそうだもんね。エドワーズが、ね、打ちまくってみたいな、ってなるともう完全にチームから一番信頼を得てるのがエドワーズなんだろうし、でそのエドワーズに対しては全部ハードショーを、ね、ドイツはしてるっていうのがやっぱエドワーズの凄さを物語ってる。スイッチじゃ止められないってドイツに思わせたわけで。あーハードヘッジどころかトラップディフェンスしてる。もう一つ強度が上がってスイッチからハードヘッジ、ハードヘッジからトラップ。ただトラップをやるともうどこか捨てざるを得なくなるから、ドイツのローテーションが間に合うのか、間に合わずにリーブスとかがスリーポイント決めれるのか。シュルーダーのスリー外れる。残り2分。さあエドワーズがボールを持ってる。トランジション、誰もヘルプいけない。おー、いやーでもエドワーズも分かってるね、トランジションのタイミングだったら相手はトラップ出る余裕がないっていう。だからボンガさえなんとかしまえばしてしまえば必ず3は打てるっていう。で打ったけどボール1個分外れてしまってましたね。これもオブストか、違うフランツワグナーだ。あーシュートが入らない。あーやばいぞこれ、またエドワーズトランジションから。あー中継役使ってハリバートンだからしっかり選択できる。いやこれ横にハリバートンいんのすげえ強えな。ハリバートンだったら今のね中継役で JJJ に入れるか逆サイド飛ばすか判断間違えることほとんどないだろう、ないもんね、まあ、ちょっとパスが高くなっちゃったのがもったいないなって思ったけど、
なんか前の昔のユタジャズのさ、ドノバン・ミッチェルとリッキー・ルビオを並べてるみたいな感じだね。ドノバンがトラップ仕掛けられる、ルビオに助ける、ルビオにボールを渡す、でルビオが状況判断をしっかりするみたいな。さあ1点差、さあ残り1分30秒、さあドイツが9点まくられてしまった。残す貯金はあと1、貯金を増やすことができるのか。ドライブ、うまっ、あ惜しい。今シュルーダー完全に読んでたね、 JJJ が飛んでくるの。飛びたいなら飛べよっていう、これもう多分ビハインドの用意最初からしてたんだろうな。惜しい、足当たんなかったら2点やったな今。あ、オブストがフリー、あーあー、ハリバートンがアンクルブレイク。なんでハリバートンがオブストついてんだマジで。さあ中継役、いやーでもミカルが中継してていいの、いやーあかんやろ。なんでハリバートンウィング立たなかったの、ドアフォーでしょう。これちょっと今ので負け決まったかもぞ。シュルーダーがリーブスを引き離して、ああですよね。いやまあ2点だけど、あと攻める回数が1回しかないから。これはどっちのファル、ボンガ、ボンガのファル。ドイツのヘッドコーチがビデオレビューを求めているが、いやこれでかいね、これでかいぞ。オフェンス回数2回に増えるか。ただいずれにせよ最初のシュートは早めに打たないと。3狙わなくていいと思うけどな、3狙っちゃうとすげえ時間かかっちゃうから。さあスティーブ・カーが何かこういう時用のセット演奏を選手に指示を出している。さあリーブスに入れてダウンスクリーン、やっぱエドワーズか、エドワーズに持たせて、あー終わった、うわー、いやー、でシュルーダーが早すぎてプレスかける間もなく、アメリカバンジキュース。ただアメリカはね、1回ターンオーバーね、こういうダブルチームからターンオーバーを引き出して、そう、ほ、ほら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 、来たエドワーズ、さっきの自分のミスを帳消しにしよう。リーブスバンケロ、終わった。いや 0.5 秒はもう触った瞬間にファールしても多分 0.2 秒ぐらいでしょ。いや無理だな、あー、いやなんで、俺わかんないんだけど、ハリバートンがなんでオブストついてたのかな、マジで全然意味わかんないんだけど。リーブスはマシってこと？いやなんならエドワーズ使ってもよかったんじゃないかな、バンツワグナーよりも。流れ的に今日はワグナーよりもオブストな気がするし。ただこれもうハリバートの背中当ててもいいと思うけどな。うわー、ドイツがアメリカ破っちゃったよ。でもなんか誇らしいね、日本もさ、ドイツに負けたけどアメリカぶっ倒すぐらいのチームなんだったもん。むしろよくやった方なんじゃないかって思えれば。いやスティーブ・カー、ディロン・ルース、ポルストロがいて負けんのかよ。いやでもいい試合だった。いや個人的にはちょっとね、最後あそこのシーンだけ振り返りたいな。俺マジでようわからんな、ハリバートンについてたの。そして最後ウィングにハリバートンが立たずにミケルがウィング立ってっていうのもちょっとお粗末だな気がするけどな。いやオーブストに3ポイント決められたのがもう完全にターニングポイントな気がするわ。いや流れ的には勝てる流れだったけどね、アメリカ。ほんとあと一歩だったな。まあでもハリバートンがフランツ・ワグナー作ってなると狙われそうだからな、ポストペ。あけどここは良かったんやけどね。これね、エドワーズもすごい集中してて冷静だった。ピックに対しても自分にはハードショー来るっていうのが分かってるから。自分で無理に攻めるんじゃなくてハリバートン経由して、でハリバートンはしっかり、判断できるようなタイプの選手だから、 JJJ に入れるのかリーブスに入れるのか、もしくは自分でドライブするのか、まあ、大体この3パターンだけど、でこの JJJ に対してはシュルーダーがねがっつりヘルプいったからリーブスを選択っていう。ただまあこのパスがちょっと緩くて高かったから、まあ、シュルーダーがねギリギリで追いついたっていうのだから、ちょっともったいなかったけど、まあでも判断としては悪くなかったねっていうのができるんであれば。で、最後オーブストに決められたシーンはエドワーズがフランツ・バグナー、ハリバートンがオーブストで、まあぴったりマークついてるんだけど1枚目のスクリーンで剥がされてしまって、2枚目のスクリーンでも剥がされてしまって、焦ったハリバートンがアングルブレイクされてドフリーで3だな。いやチェイサー的にいないんか。でさっきのハリバートンがウィング立ってるシーンすごい良かったなって思ってね。
それ続ければハードショーをうまく改善できるかなって思って、土壇場で立ったのがミケルかな、アリバートンがこう思って、でまた同じように中継役立って、で JJJ がダイブして、でまあタイスがしっかり対応したからもう一回やり直して、でドライブしたんだけどステップ踏むのがミケル早すぎてボンガにリムプロテクトされてしまってレイアップミスでしょ。これハリバートンだったらキックアウトできてると思うんだよな。できてるってか、なんかハリバートンだったらパスの方を優先してそう。ミケルも見えてないわけじゃないと思うんだけど、ミケルのプレースタイルとハリバートンのプレースタイルだとハリバートンの方がリーブス選択できてたんだろうなっていう気がする。健吾さんスパチャありがとうございます。ハレスさんお疲れ様でした。ワールドカップはプレーオフと異なり一発勝負の戦いなので NBA スター集団軍団でも敗戦するのかと思いました。今日の試合で、スティーブ・カーの采配でミスや対策遅れはありましたか。一つはあれですね、試合中も言ったバンケロが、JJJ に代わって3ピリ重宝されてたあの時間帯に10点差開いてるから、スモールボールで対応しようとしたのは良くなかったと思います。相手ツインタワーでオフェンスリバウンドやっぱかっさらわれてたし、あとまあバンケロが出てた方がみんながボール持ちやすいとか、うん、無理攻めがなくなるみたいな気持ちはあったんだろうけど、まあ、そこの良さがあんまなかったかなっていう気はしますね。あとはそのハードショーに対して別にこれは対策の遅れっていうよりも個の力に頼りすぎてるなっていう、本当にもう中継役とエドワーズのスプリット、あの2つしかハードヘッジに対する策は使ってなかったから、うん、まあ多分ヨーロッパだったらもっといろいろねなんかやってハードヘッジの対策はしてくるんかなっていう気はするけど、あそこがなんかちょっと脳筋っぽさがあるというか、力が強すぎてハードヘッジでもスイッチでも個の力に任せてなんとかしましょうみたいな、ね、まあでも勝負を決したのは本当に細かい部分かなって思いますね。ということで皆様、お付き合いいただきありがとうございました。また次回の実況配信でお会いしましょう。ではお疲れ様です。あざした。